皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマはいい人を演じないということについてお伝えしてみたいと思います。いい人を、ね、演じるっていう本人は、ね、演じるつもりはおそらくないんですよ。ないんだけど結果としてやっぱり嫌われたくないあの人ってどうなのとかこう誰かに何かを攻撃されるようなことを言われるのが苦手な人はいい人を演じがちです。でいい人を演じてそれが本心と演じてっていう場合にはだから演じてるから本心と違うんですよね。そう本心と違うものを自分が良しとして消化できるタイプの人はまだいいんですけれども、私はこういうふうに思ってずっと我慢してきたのにとかある時突然それを本音で言うとかですね、それがずるいですよね。だったらもっと前に言ってっていうことを後から言った時に言われるケースがあります。なので全てのことを全て私はそうこう思いますっていうことばっかりで世の中は成り立たないのはもちろん知っているんです。だけれどもただただ嫌われたくないとか誰かに何かを言われたくないという自己保身の一心だけで、その時取り繕ったりとか向き合うべき人に向き合わないでやり過ごすっていうのは後々の、皆さんのね信頼っていうことからするとあまりいい策ではないですよね。演じるつもりがなくても自分の中で違和感を感じながら心の中でって思いながらニコニコ笑うとか、これも一緒なんですけれどもね、はい、だから女性は割といい人を演じる傾向が強いんです。でこの際にいい人を演じないで上手に相手に自分の気持ちを伝えて理解をしてもらうという努力ができる人とできない人がいるんですけれども、ビジネス上ではそこをしっかり伝えていくという努力をできるタイプの人の方が誠実な人として信頼されます。一時その時にねもしかしてきついこと言うなとかっていうふうに思われたとしても続くご縁があるようなタイプの人とかであれば絶対にそれを言ってくれたことに感謝されるんですね、基本的に。だからいい人を演じるということでやり過ごしてうまくいってる風に見えるかもしれないんですけど、ご自身の感情の中で破綻をしたりして、自分が疲れてしまったりとか、あと最悪なケースはその本心をどこかで漏らした時にそうじゃなかったっていうことで相手にどっかから伝わってしまってそれで関係が悪くなるっていうこともありますので、基本はやはり本音で生きる、きちんと伝える努力をしてみるっていうのがいいかなと思いますので、いい人ね演じすぎると疲れてしまうからあまりいいことではないので、自分が思っていることをきちんと相手に理解してもらえるように伝える努力っていうのも頑張っていくっていうことで、ね、やっていっていただければなっていうふうに思いますので、はい、今日はそんなご参考になるお話をさせていただきました。それでは。